はい、皆さんどうもこんにちは。ルアチャンネル、ルアちゃんです。今日はテクニカルなコアジングを楽しみに来ました。さあやってみよう。ここからまず順番にやっててみようかな、いろいろ。アジンガーさん誰もおらんよ。どういうこと？一人も会わないアジンガーさんに。いや、マジ釣れやんねやと思う。いや、もう釣れやんねやな、これ。透け取るもんな。めちゃめちゃ透けてるやん。うわ、マジか、クラゲおるやん。アジ自体はおるんやけど、クリア系の方がいいかな。当たりもせえ。すごいな、当たりもせえへんわ。これ何から、あ、ガージンググリーンか。ちょっとキラキラとした透明なに変えてみよう。クリアでいってみます。はい、クリアね。あれ、スナップから外れとった。よいしょ、ちょっとクリアで。やってみよう。お、来た。よし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 。荒らしたくないぞ。貴重な。あー、外れたー。貴重な一匹やったのに。ああ、こういうこともありますよ。よおらんことはないんやな。なんかね、ここ最近あんまいいことないんですよ。これプランクトンの量が少ないんやろな。困った時のスパテラのクリアなんやけど、あかんか。
します。ちょっとドリフト気味にやった方がいいのか。よしよしよし、おい、一回レイさん入れてみようかな。ライズはしとるからやっとることは間違いないと思うんやけどな。03か。あ、うん、06じゃないんやな、やっぱり。よし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 、はい、 0.3 いきます。無表層のリアクション、流れに乗せての超ドリフト。ジンガーさんが誰もいないっていうか、釣り人が8月やのに誰もいないって異常ですよね。そんだけ釣れてないってことですよ、これ。
マジか、こんな1級ポイント空いとる。味がちっちゃい。ワームの本当に豆すぎる。ワームに反応しない味、あの独特の嫌なやつ、あのあるんですよ。やってたらここはまだフグがおらん分いいけど、まあ、それでも釣れなさすぎやな。こんなに味はいんのにな。まあ、釣れないときは何やっても釣れないですよ当たり前やけどね。そう、釣れないのをいかに釣っていくかっていうのも面白いんですが、海の釣れないときってマジで釣れやんからもうあの潮次第やから、本当に潮が動き出すタイミングでまだ杭が立ったりとかするんやけど、釣れない時っていうのは本当に釣れない。だからこういった小アジあるじゃないですか。こういった小アジをよく聞かれるのは、こういった小アジって釣れない時どうするんですかって言われるんですね。で、一応ね、あのいろいろ軽量でドリフトでやったりとか、ワームをちっちゃくしたりとかやって、いろいろ対策して狙ってったりとかもするんですよ。ここもそれでもダメならもう無視する。あの沖のアジを狙った方が賢い。手前にこれだけのアジがいるんやったら沖にはもっといるはずやから、その見えてるのをあえて無視するという勇気も必要かもしれない。これ時と場合によりますね。だから見えてるやつばっかりを追うのではなくて、あの無視する勇気っていうのも必要だと感じます。よし、移動しよう。ダメだ、めちゃめちゃ透けてるんですよね。ってことはプランクトンがいないってことなので、アジも当然よりが悪い。まあそんな中で今やっているんですが、まあダメですね。やっぱり最後これでちょっと粘ってやってみたいと思います。まあいいばかりじゃないですからね。